よく聞かれるんですけどね、もともとはそんなに深い意味があったわけじゃないんで、新潮社が出すっていう時にタイトルを先に決めてったんですね。で、私が前に書いたことの中から常務だったあの石井さんっていうのがそれを拾ってね、こういうタイトルにしましたから、中身から作ったんじゃないんです。まあ中身は私も若い頃から家庭教師とかいろいろ生徒を教えたんで、特に算数が多かったんですよね、家庭教師の授業っていうのは。そうすると相手が分かんないと教え方が悪いのか生徒の方が悪いのかっていう、そういうような実感がかなりあったんです、うん、どうしても分かんないっていうのは、もうこちらがいくら努力しても手も足も出ない、それでバカの壁。日本語が読めない人はその喋り言葉は普通に会話はできるわけですよ。会話はできるんだけど、なんかごまかしてるんですよね。なんか理解できてないのに理解できてるふりをできるというか、多分学校の授業とかもよく分かってない、よく分かってないから点数と100点取れないわけですよ。30点とか40点とか取る人いるじゃないですか、小学校のテストで。あれ分かってないから取れてないわけですよね。多分みんなそうやって分からないまま大人になって、今 SNS で誰ともつながるようになっちゃったんで、普段そういう人には会わないんですけど、普段周りにいる人たちってそんな人はいないんだけど、ネット上だとなんか小学校で同じクラスだったみたいな人に会えるわけですよね。そうするとやばい、この人本気で理解してないわっていう。でそれもまたグラデーションがあって、文字が読める人、なんか一応文章の意味が分かる人で、さらに文脈が読める人、まあ行間が読める人みたいな、なんかグラデーションになってて。そうですね、バカの壁が出た後ちょうどそういう時代になったんで、タイミングだったんじゃないんですかね。でも ね結構分かってるようで分かってないっていうのは本当で、まだ SNS 上ではそういう現象があることがなんか周知されてないというか、みんなの中で共通認識としてはないんですよまだ、はい、僕なんかはそうなんですけど、よく炎上するんですけど、炎上するのは僕が言ってることの意味が分かってない人もそうだし、それに共感できないというか寄り添ってないっていうのが面白くて、占い師を求めてて、みんな占い師って占い師の言うことを信じに行く場所なんですよね。だから占い師が何言っても信じるんですよ。よくわかりましたねとか、今日のラッキーカラーは緑だから、緑のなんか野菜食べましたみたいな。いや野菜、その占いじゃないんですけど、ツイッターとかで言った自分の意見に対して寄り添ってほしいと思ってる。根本に自分の意見にみんなが寄り添ってくれないと嫌だっていうものがあって、正解を求めてるというよりは自分の意見が正解、自分の言ってることが正解であってほしいと思ってる。まあだから SNS はそういうふうにフォローアンフォローができるので、多分ほとんどの人たちは自分の意見と同じような人の意見しか見てないと思います、うん、そんな大げさなことじゃなくて、入院しててこのまま死んだらってずいぶん具体的になりまして、それ生きるとか死ぬな、それで病院の ICU に入ってたから、このまま死んでも悪くないなというと思ったんですよね。なんでそう思ったかっていうと、まあ、家族がいてね、あと猫がうちにいたんですけど、それはちょっと考えてなかった。家族がベッドの脇にいて、このまま自分が亡くなってもすっきりこれでいいなっていう感じだった。家にいると、まあそういうつながりがずっともっと濃く広がっちゃう、はい、猫も含めて。だから切り離されて病院に入ってるっていうのは半分死んでるっていうか、死ぬっていうのは、だからいつも言うんだけど、自分が死ぬわけじゃない、自分が死ぬのはどうでもいいんですよ。完全に周りとの関係ですから。二人称だって言うんですけどね、死は。三人称は全く無関係。新聞の死亡記事見たもんで、あの人死んだかね、終わり。本人もそうでしょ。そう、それもありますけど、まあそのシステムの中で扱われるのが嫌なんですよ、うん、俺はどこ行ったんだみたいな。そのシステムが昔よりもシステム化してきているというふうにお考えですか？それはそうですね、何でもそうです。状況から意味が推察できないような行動ってどんどん消されていくんです。